ティアーズ・フォー・フィアーズティアーズフォー・フィアーズはイギリスの二人組バンド、1980年代に数々のヒット曲を放った。初期はシンセサイザーを多用しながらアコースティックな印象すら与える、たおやかな音遣いをしており、当時流行したエレポップと呼ばれる音楽性の範疇にありながら、歌詞の繊細さとよくマッチしたサウンドメイクが特徴となっている。やがて、 ローランド・オーザバルのギターサウンドを角に王道とも呼べる良質なブリティッシュロックを聴かせバンドサウンドへと変化していく。心理学者、アーサー・ヤノフの著書、プリッツァナーズ・オブ・ペインに登場する章題からそのまま取られている。直訳すれば、恐れのための涙。ヤノフの提唱した心理療法である、原書療法、ジョン・デノンダも受けたと伝えられるわ。 恐怖や心の痛みを心にしまわないで、子供のように声に出して叫べ、泣けというもの。Tears for Fears の初期の歌詞に、Pain, Shout という言葉が品質するのはそこから来ている。両親の離婚に伴い、ポーツマスからバースへ移り住んだローランド・オーザバルは、同じく離婚家庭に育ったカート・スミスと13歳の時に出会い、一緒に音楽活動をするようになる。 この両親の離婚、残された子供たちの心の痛みと悲嘆というテーマは、ティアーズ・フォー・フィアーズ初期の活動に重要な影響を及ぼしていく。ティアーズ・フォー・フィアーズ主導以前に彼らが活動していたバンドには、グラデュエート、ネオン等がある。グラデ d エ a トは1979年に結成された、モッズスタイルのスカバンドであり、翌年にアルバム、アクティング・マイ・エイジ及びシングル、 エルビス・シュット・プレイス化を発表。シングルは英国よりスペインなど、ヨーロッパ諸国で好評を博した。ネオンは後にネイキッド・アイズを結成し、ヒットを飛ばすピート・バーンとロブ・フィッシャーが主導するバンドで、2曲のみ、録音を残している。各バンドで、ローランドはギターとボーカル、カートはベースとボーカルを担当した。ローランドとカートは2人が核となる音楽を求めて、Tears for フ e a r s 以下、TFF の名称で活動を始めた。間もなくして、ホノグラムと契約し、1981年10月、デビューシングル、悩める子供たちをリリース。きっとこそしなかったものの良好なオンエア率を記録した。やがて、ローランドとカートは、音楽上のパートナーを探していたキーボード奏者の、イアン・スタンリーと出会う。 イアンの所有するスタジオを有効活用して作られた3枚目のシングル、木の世界が大ヒット。会心劇は、チェンジ、ペールシェルターと続き、これらの楽曲を収録した、ファーストアルバム、ザ・ハーティング、LP 発売時の放題は、チェンジを19,833月に発表。全英で1位を記録する。勢いに乗る TFF は、イアン・スタンリー。 ネオン時代の名優であるマニー・エリアス、ドラムを正式メンバーとし、アンディ・デイビス、同郷のバンドスタック・リッチのメンバーとして知られるを、サポートキーボード奏者として迎えたバンドで、英国内のツアーを行った。しかし次のシングル、ザ・ウェイ・ユーアーがヒットせず、息切れを見せた彼らは休養し、新たなアイデア作りの時間を取るため、音楽シーンから一旦姿を消す。約1年。 近いブランクの間、彼らは新しい TFF サウンドを練り直すことに専念していた。イアン・スタンリー、マニー・エリアス、そして5番目のメンバー的な存在となっていたプロデューのクリス・ヒューズと共に生み出されたサウンドはより力強くキャッチーなものとなった。1984年の12月にリリースされたシングル、シャウトは MTV におけるビデオクリップの品なオニアも手伝い。 全英2位、全米1位を記録。続いて、ルールザワールドが、全英、全米1位、ヘッドオーバーヒールズが、全米3位。アルバム、シャウトは、世界中で1000万枚近く売れるなど、折からの第二次、ブリティッシュインベージョンの波にも乗り、TFF の名は、世界中に知られることとなった。大々的なワールドツアーが行われ、来日公演。 1985年7月、東京、大阪、名古屋も実現した。ツアーに次ぐツアーの日々で疲れ果てたローランドとカートは、お互いの仲も悪化し、解散を意識するまでに至る。そんな時、カンザスシティのホテルバーで太耳にした、黒人女性家に大きな感動を覚えた彼らは、自分たちの音楽の方向性に疑問を持ち始める。ツアーを終え、新しいアルバム作りに取り掛かるも、 これまでの TFF サウンドの枠から出ないイアン・スンディーやクリス・ヒューズとの音作りにローランドとカートは満足できなくなっていた。カンザスシティでのオリータ・アダムスとの出会いに新たなエモーションを得たローランドとカートは全くの無名だった彼女を抜擢。新たなアルバム作りに向けてゲスト参加を要請するオリータはその後ローランドのプロデュースでソロデビュー。グラミー賞候補になるなど 大きな評価を受けた。オリータのボーカルとピアノに加え、フィル・コリンズ、ピノ・パラディーノ、マヌカチェ、ニッキー・ホランド等の多彩なゲストミュージシャンを迎えて作られた新たなティーカイ・カイサウドは、これまでの彼らのスタジオワークには、ほとんど見られなかったライブ感を強く感じさせるものとなった。本作の時点で、イアンとマニーはすでに脱退しており、以降、 パーマネントメンバーを加えずに TFF はローランドとカートのデュオまたはローランドのソロを各にサポートを加えてバンドサウンドを展開するスタイルとなっていく。前作から約4年ぶりの活動再開であったが1989年8月にリリースされたシングルシーズオブラブは全英5位、全米2位となりまたアルバムシーズオブラブも全英1位。 全米8位を記録、彼らの復活を強く印象づけるものとなった。全世界から大好評を持って迎えられたシーズンオブラブツアーだったが、その最中にローランドとカートの不和が表面化する。多くのミュージシャンが参加したイベントライブネブワース1990のオープニングアクトでツアーは幕を閉じたが、ツアー終了後になってニューヨークに移り住んだカートが音楽史に、 突然 T 会会脱退を発表。事前に知らされていなかったローランドは大きなショックを受けた。ローランドのその時の心境はカート脱退直後に発表されたベストアルバムティアーズ・ロールダウングレイテストヒッツ用に新録されたティアーズ・ロールダウン92にてトロされているとも言われる。なお、ローランドはこの頃ジョニー・パニックザ・バイブル・オブ・ドリームズの名義でシングルを発表している。 ローランドとカートとの間には権利関係など様々な問題が残ったが結局はローランドが TFF の名を相続し結果的にソロプロジェクトとなった一方カートはソロアルバムや自分のバンドメイフィールドメイフィールド等で米国を拠点に活動していくようになるローランドは新しいパートナーとして旧友のアラングリフィスを選び共同プロデューサーに ティム・パーマーを迎えて自分のスタジオでニューアルバムのレコーディングを始めた。1993年アルバムブレイクイットダウン・アゲインはカートのファーストソロアルバムコーリング・アウトと競い合うように同時期にリリースされている。ちなみにどちらも放題はファーストシングルのタイトルをカタカナ表記したものになっている。カートだった以後の TFF の音はより練り上げられて 重厚さを増したものとなり、ローランドのボーカルはより力強く響く。歌詞は難解さを増した。本作では、カートを風刺したと思われる、陸に上がったカッパ君、あとに、カートはアルバム、メイフィールドで、サンキングというアンサーソングを発表している。スタジアムバンドになってしまい昔の新鮮な情熱を失ってしまった、ほろ苦さを歌った、グッドナイトソング等が収録されている。 本作はリリースされるまでにいささか複雑な経緯をたどった。1995年5月にリリースが決まり、曲目までプレスに発表されていたのだが、突如、TFF はそれまでのレーベルである、ホノグムからエピックレコードへと移籍。それに従い収録曲、曲順等を若干変えて新たにリリースされたのだ。原因は、ホノグラムがこのアルバムにプライオリティを置くことはないだろうと、 t カイ側が感じたためらしい。アルバム、キングス・オブ・スペインからは、今までの心の痛みといった tff の音楽性における重要なテーマが影を、潜め、ローランドの家系、父親はフランス人でバスク系スペイン人の王族の血を引くや家庭について、などのパーソナルな内容となった。その多くは、温かいラブソングである。ちなみに現代にある、ラオール、 ラウールとはもともと、ローランドのあだ名で、彼が息子につけた名前でもある。アルバムに伴うワールドツアー、ライブキングスツアーも行い、エピックの大々的なプロモーション戦略により、スペインの古城でライブセッションを行うなど話題を集めたものの、今作はヒットすることなく終わり、エピックからも契約を打ち切られた。1996年、ツアー終了の翌月に、 シングル B 面曲やコンピレーションアルバム収録曲等の未 CD 化音源をまとめたアルバムサタナイン日本でのみ発売された CD ボックスに収録されていたレア音源集フリップに手を加えた再編集版でもあるを発表し TFF はまたしても沈黙期間に入ってしまうその後カートはソロ名義でミニアルバムエルプレイン2000年を発表 ローランドもまた TFF としてではなくソロ名義にてアルバムトムキャットスクリーミングアウトサイ2001年を発表する。また TFF の最初の3枚のアルバムをリマスターした CD も発売された。この頃から大ざばるスミス体制による TFF の再結成が噂されるようになった。噂は事実であり和解した2人は再び一緒に スタジオでの制作作業を開始した。2003年には、アンドレアガシ主催のイベントにて久々に、ライブでの共演も実現。アリスタレコードからの発売予定が中止になるという、前作同様のレーベル変更劇があったものの、2004年、分裂以来実に、約15年ぶりに2枚看板が揃った新作アルバム、エベリーバディラベスへハッピーエンディング、日本未発売をリリース。 社会への視点をより成熟させ、ポップセンスとビートルズ的な要素に磨きがかかった内容となった。ローランドはバースからロサンゼルスのスミスケ近くに今日移した。二人は様々なメディアで再結成をアピールし、アメリカ、ヨーロッパのツアーも精力的に行った。2006年には前年にパリで行われたライブの模様を収めた CD、DVD、シークレットワールド。 日本未発売がフランスでリリースされ、本国イギリスの輸入版チャートにて、長期にわたり、上位に行くインした。以降もオムニバスライブイベントである、ナイト・オブ・ザ・プロムスへの参加、アメリカを中心としながらも、世界各地で、毎年のようにライブを行うなど、マイペースに活動を続けている。2012年8月、サマーソニック2012に参加し、27年ぶりの、 再来日公演を行った。2013年、新作アルバムのレコーディング中であることを発表。インターネット上で3曲のカバー曲をリリースした後に3曲をまとめた EP、レディーボーイガールズとしてアナログ版が発売れている。2017年7月、インタビューにて新作のタイトルがザ・ティッピングポイントとなることと、 収録曲からいくつかのタイトルについてなどが語られた。同年11月、新曲2曲を含むベストアルバム、Rule the World, テストヒッツをリリース。このアルバムに伴う英国ツアーを2018年に行う予定だったが、諸事情により2019年に延期されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。